バイオリン競争曲一丁調作品101は、マックス・レーガンが作曲したバイオリン競争曲。ライプツヒにて1907年に作曲を開始した。第一楽章と第二楽章は同年に完成され、その後第三楽章が1908年に完成された。初演は、同年10月15日、ゲバントハウスにて、アンリ・マルトーのバイオリン独奏。 アルトゥルニキシュの指揮により行われた。実質校は、かつては、ベータース出版のジー・ヒンリックセンが所有していたことも、あるという。独創バイオリン、フルートに、オーボエに、クラリネットに、ファゴットに、トランペットに、ホルニオン、ティンパに、言語部この学章では、バイオリンの高度な技巧が垣間見えるが、主題や発展は、還元楽が重要な位置を占めているため、実質的には、 競争曲というよりは、公共的作品に近い位置づけになっている。美しい旋律の第一主題を木管が提示し、ホルン群に受け渡された後木管が再び現れ、これに弦が交往する。17小説から副主題が現れるが、やがて半音階になり、クレッシェンドを伴うイコークに突入する。独創バイオリンは、第74小説から登場し、 独創に近い形で発展していく。その後104小説で独創ヴァイオリンが冒頭の主題を再現する。第一主題は弦が提示するが、この中には全楽章のモチーフも含まれている。その後半音階的旋律を伴った計画に移行する。まず弦が下端長の動機を奏し、上校したり下行したりしながら反休止する。しかしすぐに、 上報音階による第一主題が現れ、第1号小説で独創バイオリンが冒頭の主題に基づく旋律を奏でる。その後独創バイオリンと還元楽が第一主題を部分的に確保し、第77小説で木管が重要な動機を提示する。92小説以降木管と弦の弱奏による動機のやり取りを経て、木管を伴った独創バイオリンによる第二主題が現れる。 コーダは第一主題に基づいており、第50小説で独創バイオリンが登場する。バイオリンはスタッカートで集結部のためのお膳立てをし、やがて第574小説からはテンポを早めながら、ホルティッシモに突入した後幕が終わる。ありがとうございます。